ワシントン州の歴史、ワシントン州の歴史、ワシントン州の歴史、A、ヒストリー・オブ・ワシントンでは、アメリカが州国太平洋岸北西部に位置するワシントン州となった地域に住んだ先住民族からの人類の歴史と、海活動を解説する。ヨーロッパ人やアメリカ人が到着し、領有権主張を始める前には、数千年に及ぶ先住民族の歴史があった。 この地域は1848年から1853年までオレゴン準州の一部となり、その後オレゴンから分かれてワシントン準州となった。1889年ワシントンはアメリカ合衆国第42番目の州になった。考古学的物証を見ると太平洋岸北西部は北アメリカで最初に人が住んだ地域となったことを示唆している。 一万三千年前の重骨や人骨がワシントン中で発見され、オリンピック半島の住居跡は、紀元前九千年頃に遡り、コロンビア側の大洪水で、コロンビア峡国が削られた三千年から五千年後のこととされている。この地域にヨーロッパ系アメリカ人が到着する前は、百二十五の異なる、 先住民族と五重の方言が存在したと推計されている。ピュージェットアン地域全体では、海岸種族が地域の豊富な自然資源を利用し、主に酒、お氷、甲殻類及び鯨で生計を立てていた。杉は重要な建築材料であり、これら種族が丸太小屋や大きなカヌーを作るために使われた。衣類も杉の樹皮から作られた。コロンビア側の種族は、 北西部でも歴史的に最も豊富に酒が釣れる場所であるワシントン滝を支配することによってワシントンでも最も富裕な種族になった。現在のオレゴン州ダレスから東のコロンビア側にあるこれらの滝は何百万という酒が産卵に訪れる川筋に当たった。より攻撃的な海岸種族の中に個人の富を増やす者が現れ性別による労働分担 すなわち女性は公益者として、顕著な役割を果たし、男性は、戦争に参加して、他の種族を捕虜に取ることを奨励した。プラトウ、抗原種族と呼ばれる東部の種族は、季節で変わる種料、虚論及び採集で生活していた。プラトウインディアンの中の種族の仕事は、男性も女性も等しく、食料を確保する責任がある子で、男女分業が行われていた。 海岸地域の主要な種族としては、チヌーク族、ラミ族、キノールト族、マカ族、キリュート族、およびスノホミシ種族がいた。プラトー種族としては、カイユース族、ネズパース族、オカナガン族、パルース族、スポケーン族、ウェナチー族およびヤキマ族がいた。今日、ワシントンには20以上のインディアン居留地があり、その中でも最大のものはヤキマ族のためのものである。 地域の北西宮にある OZ では古代の集落がおそらくは約500年前の地震に橋を発した泥流で覆われた。5万点以上の保存状態の良い人工遺物が発見されて分類され、その多くは現在ニーベイの魔家族文化研究センターに展示されている。他の遺跡からもどのくらい長く人々がそこに住んでいたかが分かってきた。 親指の爪の大きさの水晶ナイフの刃がクララムベ近くのホコカワ遺跡から発見され、2500年前のものと考えられている。ワシントンの海岸に初めてヨーロッパ人が上陸した記録は、1774年のスペイン人フアンペレスによるものである。1年後、スペイン人船長ブルーノデーセタが、そのラゴと2隻の船体の一隻サチアゴ号に乗って、 昨日、キノールト川川口近くに上陸し、北のロシア領までの、その海岸地域を領有権主張した。1778年、イギリス人探検家、ジェームズ・クック船長が、ファンデフカ海峡の入り口でフラッタリーミキを指認した。しかし海峡を探検したのは1789年の、チャールズ・ W ・バークリー船長が最初だった。 スペインとイギリスの間に結ばれた1790年のヌートカ協定によって、スペインの独占権を終わらせ、北西部海岸は他の国からの探検家や公益業者に解放され、その中でも著名なのが、イギリス、ロシアそして新生観もないアメリカ合衆国だった。その後も、海峡の探検は1790年のスペイン人、探検家、マニュエルクインパー。 1791年の同じく、スペイン人のフランシスコ・デ・エリザ、及び1792年のイギリス人船長、ジョージ・バンクーバーによって行われた。バンクーバーと、その探検隊は1792年から1794年に、かけて、ワシントン海岸の地図を作成した。ロバート・グレー船長、グレーズ・ハーバー軍の名は彼にちなむものが1792年に、 コロンビア川河口を発見し、その川を乗船コロンビア号にちなんで名付け、後にラッコ生川の交易を始めた。トーマス・ジェファーソン大統領の指示に基づく、ルイス・クラーク探検隊は1805年10月10日に、東部から地域内に入った。メリウェザー・ルイスとウィリアム・クラークは、大西洋岸北西部のインディアン種族が遠征中に、出会った種族とは違っていることに驚かされ、 海岸種族とプラトー種族の中で女性の地位が高い、こう、特に記した。ルイスは女性や高齢者が男性と平等であることは平等に分配された経済的役割と結びついているという仮説を立てたが、ルイスもクラークも先住民の女性と意味ある接触をしたわけはなく、それは彼らの旅行日誌に反映されている。ルイス・クラーク探検隊から5年後にカナダ人探検家、 デイビッド・トンプソンは、ワシントン東部に公益基地を設立し、最初のアメリカ人開拓地は1811年に、太平洋毛川会社のために、デイビッド・スチュアートが、岡ンに設立したものだった。初期ヨーロッパ人毛川公益業者とインディアン女性との間の性的交渉結果、メティ、根結の人々の人口が増えていった。1830年に開拓が許され、 白人女性が地域内に入ってくるまで、メキの女性が公益業者の妻として引っ張りだこになった。1819年のアダムズイコールオニス条約で、スペインは北緯42度線から北の地域の権利をアメリカ合衆国に譲った。しかし、ヌートカ協定によって許可されていなかったので所有ではなかった。ロシアは1824年にロシアとアメリカの 支配する地域の教会を線引きする協定に調印した。イギリスとアメリカ合衆国はすでに1818 18年のと1827年に更新された条約で地域の共同支配と占有について意識していた。このイギリスとアメリカによる論争ある共同占有機関はオレゴン協会紛争と呼ばれ、1846年6月15日まで続き、 この時のオレゴン条約によってイギリスはその土地に対する領有権主を取り下げた。1848年、現在のワシントン州、オレゴン州、アイダホ州全部とモンタナ州とワイオミング州の一部からなるオレゴン準州が創設された。ワシントン州とアイダホ州、モンタナ州の一部を含むワシントン準州はオレゴン準州の中から1853年に作られた。 ワシントン東部の開拓地は大半が農業であり、わらわら渓谷の伝道書周辺に集中していた。伝道書ではインディアンの文明化を試み、しばしば先住民の習慣を無視したり、誤解したりしていた。伝道師のマーカス・ホイットマンやナーシサ・ホイットマンが1847年に民族的緊張関係が高まった時にその使命から離れることを拒み、14人の伝道師が カイユース族やウマティラ族インディアン殺された。バラバラにおけるホイットマン虐殺の解説には、病気の蔓延、宗教と生活様式双方に対する厳しい転換の試みに対する不満、および伝道し、特にオレゴン巡州では最初のアメリカ人女性だったナーシサ・ホイットマンによって示された先住インディアンに対する侮辱が挙げられていた。多くの白人同様、 特に福音主義者のナーシサ・ホイットマンは、伝道生活の厳しい現実に対する備えがなかった。この出来事が、インディアンに対する海遊戦争を引き起こし、焼きマ戦争が続いて、共に1858年まで続いた。1847年の暫定オレゴン順州、議会は直ちに志願兵中隊を立ち上げ、必要ならば、海遊種族に対する戦争に向かい、 また民兵指導者の何人かには不満だったが、休戦協定を結ぶ使者も送った。後に、アメリカ陸軍が民兵隊の支援に派遣された。これら民兵隊は、抗戦的であり、友好的なインディアンも、敵対的なインディアンも挑発した。1850年、5人の海遊種族が1847年のホイットマン殺人で有罪とされ、公主刑にされた。 散発的な流血沙汰は1855年まで続き、海遊ス族はその多くが殺され、打ち破られ、その土地を奪われ、オレゴン北東部のウマティラインディアン居留地に移された。インディアンとアメリカ人開拓者の間の土地領有に関する紛争は、1855年のワラワラ協議会での条約によって、海遊ス族だけでなく、ワラワラ族や、 ウマティラ族までもウマティラインディアン居留地に強制移住させることになった。その他十四種族はワシントン北東部のヤカマインディアン居留地に強制移住させられた。またネズパース族はワシントン、オレゴン及びアイガホの境界地域の居留地に移住させられた。この同じ年に新しく設立されたヤカマインディアン居留地で金が発見され、白人交付がこれら土地に侵入した。 インディアンたちは最初に山家族、続いてワラワラ族や海遊ス族も加わり、同盟してアメリカ人と戦い、いわゆる焼きマ戦争となった。アメリカ陸軍が部隊を派遣し、多くの襲撃や戦闘が起こった。1858年、アメリカ人はホーレイクスの戦いでインディアンを決定的に破った。新しく強制された条約で、 インディアンたちは再び居留地に閉じ込められた。アメリカ人開拓者たちはオレゴントレールに沿って西に移動し、ある者はオレゴン巡州北部を通ってピュージェット湾地域に入植した。現在のワシントン州西部のピュージェット湾地域で最初の開拓地はミスカリートリデであり、ハドソン湾会社の子会社ピュージェット湾農業会社に所有される農園と毛川広域基地だった。 ワシントンの初期創設者で、黒人開拓者のジョージ・ワシントン・ブッシュと、そのカフカス人の妻イザベラ・ジェームズ・ブッシュはそれぞれ、ミズーリ州とテネシー州の出身であり、白人4家族を伴って地域に入り、1846年に、現在はタム・ウォーターと呼ばれるニューマーケットに入植した。彼らはオレゴンの人種差別的開拓法を避けて、ワシントンに入った。彼らの後には、 さらに多くの開拓者がリクローレゴントレールを通り北に揃れてピュージェット湾地域に入植した。西部の他のアメリカ人占有地とは対照的に開拓者と先住民族との間の暴力沙汰は比較的少なかったがいくつかの例外はあり、例えば準州知事のアイザック・インガルス・スティーブンスは1853年の広範な作戦行動でインディアンたちに 外地や権利を情報させたのは注目すべきである。ピュージェットワン戦争、海遊ス戦争、ヤキマ戦争及びスポケーン戦争がアメリカ人当局と先住民政府の間の大きな紛争だった。1850年代にはハイダ族、トリンギット族などイギリス領やロシア領の北方民族による襲撃がピュージェットワンなどの先住民族やアメリカ人、開拓者を脅かした。 1858年のイギリス領コロンビアで起きたフレーザー峡国ゴールドラッシュに向かう甲府たちは武器を携えてオカナガントレールを通りその途中で多くの暴力沙汰が発生した。製材業が地域内に開拓者を引きつけたシアトル1853年設立当初はデュワンプスと呼ばれたのような海岸都市が作られたオレゴン巡州に 家族全員を運んだ滅場車体とは異なり、これら初期の交易を行う開拓地は主に単身の若い男性が多かった。酒、ギャンブル及び売春がそこら中に溢れ、シアトルの設立者の一人、デイビッド・スー・インソン・ドック・メイナードはうまく、経営されている売春であれば、経済の機能的な部分になりうると考え、これらを支持した。イギリス領コロンビア植民地となったところでの、 フレーザー峡国ゴールドラッシュは、ピュージェットワン北部での開拓や商業活動に活気を呼び、ポートタウンゼントやバットコム、現在のベディンガムが商業中心として生まれ、当初はビクトリアに対抗して、近郊地の積み出し校になろうとしたが、植民地知事が、フレーザー側への交通はすべてビトリア経由でという命令を出して収まった。近郊地に関連する事業は制限されたものの、 ゴールドラッシュがしばらく誤解に基づくものとされた時に、フレーザー側詐欺を離れた多くの者がワットム軍やアイランド軍に入植した。これら開拓者の中には1859年の豚戦争時にサンフアン諸島に入っていた。権限付与法の成立によって、1889年11月11日、ワシントンは合衆国42番目の州に昇格した。 提案された、州憲法は4対1の比率で可決され、当初女性参政権と禁止法を含んでいたが、どちらも評決で破れ、承認された憲法からは除外された。女性は、ワシントン準州議会によって1883年に投票権を与えられていたが、1887年に、ワシントン準州最高裁判所が、女性の禁止法指示に対する反応として取り消していた。 太平洋岸北西部の女性たちは、この当初の敗北にもかかわらず、ワシントン州が1910年に参政権修正条項を可決することで、合衆国の他地域よりも早く参政権を与えられた。州内の初期主要産業は、農業、製材業及び工業だった。州東部のスポケーンは、工業活動の小さな中継点であり、 焼きマ渓谷はそのりんご園と小麦畑で知られた。カスケード山脈の西は、高雨量が多くて深い森林を生み、ピュージェット湾沿いの港は、木材特に米末の製材と積み出しで繁栄した。1905年ワシントン州は合衆国でも最大の木材生産地となった。シアトルはアラスカとの主要貿易港であり、一時は大きな造船業を有した。 ワシントン州で発展したその他の産業としては、漁業、鮭の缶詰製造業及び工業だった。かなり長い間、タコマは金、銀、銅及び鉛の鉱石が取り扱われる大きな製電業で知られた。ピュージェット湾東部の地域は、第一次世界大戦や第二次世界大戦の時期を含む、機関銃工業が発展した。ボーイングが地域の象徴となった。 20世紀への変わり目までに、ワシントン州は、多くのアメリカ人の心に危険な評判の一つとなった。フロンティア時代の西部の立地域と同様に疑いもなく、ワイルドという大衆のワシントン州にするイメージは、単にカウボーイを木こりに置き換え、砂漠を森林に置き換えたものだった。社会主義の感情が相当に強く、フランクリン・ルーズベルト政権の優勢長官、 ジェームズ・ファーリーは合衆国には47の州があり、ワシントンのソビエトがある。と冗談を言った。ワシントン州における20世紀初期の進歩主義的勢力は、太平洋岸北西部における何万もの女性に、指導者や政治力の機会提供する女性集団の活動に一部起因していた。1926年、バーサナイトランズがシアトル市長に選出され、 アメリカ合衆国の大都市では最初の女性市長になった。世界恐慌の時代、発電量を上げる計画の一部としてコロンビア川沿いに一連の水力、発電ダムが建設された。これは1941年、合衆国最大のグランドクーリーダム観光で頂点を成した。第二次世界大戦中、ピュージェットワン地域ではボーイングが国の銃爆撃機の多くを生産し、 シアトル、ブレマートン、バンクーバー及びタコマの港は戦争のための造船に使われて軍需産業の中心になった。労働需要と徴兵される若者とが同時に増加し、女性が地元メディアに募集されて多数の労働力になった。造船所の労働者のうち4分の1は女性であり、職場には初めて政府が出資した託児所が設けられた。州東部では ハンフォード原子力工場が1943年に開設され国の原子爆弾開発に大きな役割を果たした。原子爆弾はハンフォードプルトニウムを加えられ、ボーイング B29 で運ばれた。1980年5月18日、大きな振動と噴火の期間が続いた後に、セントヘレンズ山の北東斜面が爆発し、火山の長部大半を吹き飛ばした。 この爆発で何マイルもの森林を破壊し、57人の生命を奪い、コロンビア川やその支流をハイト泥で埋めて溢れさせ、ワシントン州の大半でハエが積もり、昼を夜のように見させた。ワシントン州はいくつかの著名企業でよく知られており、中でも最も著名なのが、マイクロソフト、ボーイング及びスターバックスである。独占企業には、州内で長い歴史があり、 ビルボーイングの名前を付けた会社は1916年の小さな飛行機会社から国家的航空機製造及び航空路線運行の複合企業体ボーイングユナイテッドエアラインズまで成長したがその後1934年の独占禁止規制によって解体されたビルゲイツのマイクロソフトは2000年4月に同様な告発を受け会社の分割を強制されている ワシントン州の政治は1950年代と1960年代、及びジョン・カイ・ケネディ大統領の選出以来、一般に民主党支持である。有権者が候補者名簿に記載される、どの候補者を選んでもよく、特定の政党に縛られることを要求されないという、この州のブランケット予備選挙制度は2003年に、違見と裁定された。政党につながる。 予備選挙は2004年の大統領選挙と知事選挙に採用された。2004年の選挙で、クリスティーヌ・グレゴワールが知事に当選し、知事と二人の上院議員、パッティマーレーとマリア・キャントウェルが全て女性で占められる、最初の州になった。世界貿易機関のシアトル閣僚会議が開催された1999年に起こった WTO に対する抗議行動は、時に、 シアトルの戦いと呼ばれることもある。少なくとも4万人と見られる抗議集団は、環境問題に関わる NGO、労働組合、学生集団、宗教団体及び無政府主義者を含んでいた。2006年1月30日、クリスティーヌ・グレンゴワール知事は、ゲート、レズビアンが住居、有志及び雇用で差別されることから保護する法に署名し、 このことでは合衆国17番目の州に、またこの保護をトランスジェンダー、性転換者に適用することでは7番目の州になった。主導的活動家、ティム・アイマンは同じ日に住民投票を要求しこの問題を州内有権者の判断に委ねること求めた。11月の選挙を有効にするために、この方法は2006年6月6日までに少なくとも112,440人の 有権者署名を集める必要があった。住民投票日曜日とあだ名されたように署名を集めるために、州内の保守的協会から後押しを受けたにもかかわらず、アイマンは10万5 103人の署名しか集められず、7 0 0 0人以上が不足した。この結果、法律は6月7日付で効力を発揮した。ワシントン州議会はさらに進歩的な家庭内パートナーシップ。 同性関係に及ぶ方も提案した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。